さっきちょっと予想外のことに遭遇しただけ。大丈夫よ。そういえばこの間仕事の紹介をしてほしいって言ってたわよね。何の仕事だったかしら。ああそうそう、お父さんの後を継ぐのよね。私ったらこんなことを忘れるなんて。そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復した？あら、お父さんは足の怪我を治してるんじゃなかったの？腕の方は歳を全く感じさせないほど力強かったわよね。ああ、実はちょっと前、自分の強さを見せびらかそうってんで腕まで痛めちまったんだ。てっきりもう知ってると思ってたよ。そういえばお父さんはまだオルモス港にいたわよね。ああ、オルモス港の方で悠々自適に暮らしてるよ。じゃあ機会があったら手紙でも送って注意するよう伝えてあげて。最近オルモス港を中心にスカーレットキングの進行が拡散してるの。君のお父さん結構気が強いでしょ。しかも創新の信徒だし、信仰の違いでスカーレットキングの信徒と衝突しないか心配なの。うん、それでセタレはどっちの立場なんだ？教令員か、それともスカーレットキング様か？それは、はあ、君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら君はスカーレットキング様を裏切って教令員の奴らと一緒にいることを選んだ。アキム、まさか君もスカーレットキングの信徒だったの？英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題に目を向けさせることができた。とてもストレートなやり方だったわね。もう確かにセタレが少しかわいそうだったけど、でもことが終わったらいつか彼女の意識に入って全てを説明するつもりよ。さて引き続き彼女を追いましょう。セタレがもうキサンと話し始めてるぞ。早く行こう。キサンは最近シティで何かおかしなことを見なかった？その誰かが布教しに来るとか。ところで最近起きたおかしなことですが。そうですね、変といえば何度も過信探査の日を繰り返し過ごしたことでしょうか。待って、君がそれに気づくはずは。ありえないわ、報告にあったのと全く違う。教令員の小細工で全ての民を騙そうだなんて元から無理なお話なんですよ。まだわからないんですか？貴様、まさか君もスカーレットキングを信奉しているの？おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。私からしたら教令員に協力してシティの民たちを実験台にしているあなたの方がよっぽど悪いと思うんですけど。それ以上言わないで。ここまで来たのにセタレはまだ逃げることを選ぶのか。いえ、彼女の心理的防御は崩れ始めているわ。あ、衛兵のところに行ったぞ。どうするんだよ。ここが肝心よ、憑依の準備は。ねえ傭兵さん、君は30人団の人よね。今すぐマハマトラにシティの状況が非常に危険だって伝えてちょうだい。落ち着いてください。何が起こったのか詳しく説明してください。
異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始めてるの。異教？どのような異教でしょうか。スカーレットキングよ。私の知り合いの多くが突然スカーレットキングの信徒になったの。でもスカーレットキングは遥か昔に亡くなっている。こんなのありえないわ。ありえないことはありませんよ、セタレさん。どうして私の名前を。スカーレットキング様は永遠に滅びたりしません。そして自分勝手に無謀な行為をする者は必ずや代償を払うことになるでしょう。もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたは竜鎖に飲まれているのと同じ。たとえその竜の目を閉じていても、教練員はあなたの足に絡みつき深く沈め続ける。あなたのいるべき砂漠はここではないのです、スカーレットキング様の民よ。英明なるスカーレットキング様を信仰することがそんなにおかしいか。というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでスカーレットキングの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない。今日はどこに逃げても君たちみたいなスカーレットキングの信徒に会うのね。この感覚なんだか懐かしいわ。確かに私はずっと罪悪感から逃げてた。賢者たちに協力していることとか、故郷の村の子供たちから来た手紙を無視してることとか。でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。どうしても払拭することはできなかったわ。問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。それに苦痛の中で研究を続けることがあなたの望みではないでしょう。どうして私のことをそんなに知っているの。君はただのスカーレットキングの信徒よね。それともまさか当のスカーレットキングなの。そんなことよりも重要なのは、私たちが教練員と賢者を罰し間違いを正すということです。あなたがこれに協力してくれるというならば、それもまたご自身の贖罪となるでしょう。実は私は神を信仰していないの。でも巡り合わせについてはずっと信じてきたわ。君たちが現れたことはきっと私の現状を打破するきっかけになるに違いないと思う。今私が君たちのためにできることは何。今の賢者たちがしていることについてどれだけご存知なのですか。私はただ無教量産過程の設計者の一人に過ぎない。そう、あの過信探査の時に起きた出来事のことよ。プロジェクトの全容については知らないわ。おそらく核心に近い人員しかあれの機密ファイルには接触できないのでしょう。私は大賢者の要求に従って手元の仕事を終わらせていただけよ。でも確かに気になることはあったわ。聞くところによると教練員に追放されたある学者が戻ってきたらしいの。しかも賢者たちは彼を恐れているようだった。教練員に対抗するため、私たちは彼らが何をしているのか具体的に知る必要があります。先ほど言った機密ファイルについて手に入れる方法はありませんか。リスクを犯してもいいならチャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手だから、プロジェクト以外のことは私が処理することも多いの。ただ機密ファイルを手に入れてもそれをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちはアーカー社の内部を常に監視しているから。そうね、一番原始的な方法を使いましょう。
明日の夜、教令院の入り口に人を送って取りに来て。教令院の入り口？それはいくらなんでも目立ちすぎでは。安心して、罠じゃないかと心配しているのなら考えすぎよ。こっそり抜け出したりしたら、それこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから少しの間衛兵の気をそらして、引き渡しを一刻も早く終わらせることが一番リスクの低いやり方なの。わかりました、信じましょう。ところで、この計画を終わらせれば、私は罪を償ったと考えていいのかしら。それは送信に聞くほかありませんね。送信、そうね。今回の件で危険にさらされたのはほとんどが送信の民だもの。知恵の神として学者たちを審判して導くのも送信。もしかしたら私もそろそろ神を信じるべきなのかもね。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得に成功したな。旅人の構成は実に巧妙だったわ。彼こそ一番のお手柄よ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順調に行くことを祈るしかないわね。祈る？そう言ったって、学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろ。私？それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。